はい、思い川食堂さんに入ってみたいと思います。昔ながらの佇まいです。あ、ショーウィンドウがありますね。ハンバーグ、カツライス、エビフライ、あ、ラーメンもありますね。そば、そば、たぬきそば、そして普通のそば、カツ丼、カツ丼は良さそうですね。さあ何しよう、とりあえず入ってみますね。やってるよって書いてあります。こんにちは。どこでもいいですか？インスタもやってるんですね。はい、メニュー表です。ラーメン、ザルラーメン、天ぷらそばね、それからご飯もの、とりあえずカツカレーですかね。黙食って書いてありますね。なんだろうこれ、地域のゆるキャラかな。あ、こいつですね、ふにゃってやつかな。なぜか GTR、 そして漫画もあります。はい、すいません。こちらがカツカレーです。950円です。カレーとご飯が別になってますね。カレーの下にカツが隠れてます。このグリーンピースが乗ってるところがなんともいいですね。カツね、こんな感じです。はい、食べてみたいと思います。美味しかったです。ごちそうさまでした。なんかお店の至る所にこうレトロ感が溢れてね、いいと思います。どうもごちそうさまでした。
はい、思い川食堂でした。